たせ、爆睡でした。爆睡してたよ。こんばんは。あ、全然写真撮ってない今日。なんか久しぶりに気絶に近い睡眠をしてましたね。こんばんは。いや、変な時間に寝ると寝れなくなっちゃうよって話かもしれないけどね、多分寝れるわ。ちょっとツイートもね作りながら。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは。体がすごい楽しかった。サマーソングセットリスト公演楽しかったです。はい、ありがとうございます。いや、マジで超楽しかった。頑張ったねー、みんな。ありがとうございました。当たってあの劇場に来てくださった皆様ね、ありがとうございました。外れちゃってるって方もねいらっしゃると思います。またきっとその運は何か別のところであると思いますので、そんなに落ち込まないでください。例年通りでしたら後日のアーカイブがありますので、まあ、そちらをね見ていただけたらと思いますね。ちょっとネタバレするかどうか悩むところではありますが、頑張ったでしょ、あれ見た人はね。頑張ったなーっていう感想を持つと思います。かなり濃いですからね。かなり濃かった。楽しかったっすね。エモ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 の部分もありつつ、昼と夜どっちがおすすめかな。どっちがおすすめかな。多分どっちもまた違う感じで、
ょっと本日は配信ネタバレありにありでするので、ネタバレがどうしても嫌な方はね、逃げてください。逃げろ、ここは俺に任せろ。逃げてくれ。ちょっとあれだな、今ツイート文も考えてるんだけど。え、ちょ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 、よいしょ。いや、今回ね、まあ1期2期、まあ1期ドラ2期3期4期っていうので4期生までいまして、で4期がちょびっと出演じゃなくて結構フル出演に近い形で出演させていただきまして、だから曲数が多くてですね、その4期生はまあちょくちょく公演とかコンサートとかで、まあ私たちとステージに立つ機会もまあね、まああったにはあったんですけど、こんだけがっつりするの初めてでですね、まあね、こう人数の多い劇場でのステージの立ち方とかってちょっと久々でですね、その前、そっから4期生にその4期生 その慣れてない部分と新しい楽曲の振り覚えの部分とっていうので、動線とか含めてね、すごくリハーサルから結構なんだろう、濃かったんすよ。なんか軽くね、じゃあはいこの曲ね、まあ歌い慣れてるのとしゃべぴとかなんですけど、じゃあしゃべぴは、まあ、みんな歌ったことあるし踊ったことあるから、4期もね、4期もそう4期もかな、うん、じゃあやりましょうって言える、普段のフェスのリハとかだったらもう立ち位置渡されて、その立ち位置で一回やってってやればまあみんな大体ね、踊れるんですけど、やっぱ人が多いと、うん、劇場でどうすれ違うかとかって分かんないのよね。そう、うん、だからそういう部分、振り付け以外のそういう部分でもしっかり時間かけたし、ぶつかっちゃうとね怪我につながっちゃうから、私4期は新しい楽曲で振り覚えなきゃいけないのも多かったし、時間ない中でね、うん、ユニットも結構みんなそれぞれしっかり、珍しいというか、なんつったらいいかな、新鮮な感じでお届けしたので、楽しかったな、楽しかったっすよ。うん、やんちゃんすぐ見つけられた、金髪だからね。当選メールだと90分予定の公演だったの、実際は2時間超えててびっくりした。え、2時間超えてたの、押してね。あれ、そんなもんだったっけ、押してね、押してるのでは、2時間超えてました、押したか。ツイートするぜ。ちょっとすいません。
まあ MC とか長かったし盛り上がったしね。まあ短いより長い方がね。はい。いやまあね、ありがとうございます。まあね、ちょっと難しいですね。見てない方が多いからあんまりこう今現状共感共有できるものっていうのがそんなに多くはないんですけど、一応ね、まあ他のメンバーも瀬戸に話してるって話だったので、一応そのまあぜひこれを踏まえてアーカイブね配信されたら見てほしいな、まあアーカイブ配信されるかちょっと分かんないんだけど、アーカイブ配信されたら見てほしいなっていうのがそのユニットなんですけど、今回なんとですね、歌唱力の決勝大会出場した4人で、不器用太陽を歌わせていただきました。ドヒャーズンデン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 。ありがとうございます。これはですね、私たちというか瀬戸里にもう入ってて、瀬戸里に、そう瀬戸里に入ってて、じゃあ今日リハしますって言われて行ったら、でも何でも決まってなくてって言って、三村にお任せするよって言われて、まあ三村にお任せするよっていうよりかはどうしますかって言って、そうだったらひのちゃんが決めていいんじゃないって言って、だから曲名が決まってる状態であとは私に全部投げていただいて、なので歌割りとあとは立ち位置演出は今回私が務めさせていただきました。はい。いやね、こう私のやりたいことをこうなんだろう、分かってくださるというか、いや衣装は全然なんか記憶のジレンマみたいなのにしようぜっつって、そう、まあ そんぐらいがいいかねって話を、それは普通に話し合いで決めてるんですけど、瀬戸里が一番印象残った、ありがとうございます。まあもったいないぐらいですよね、1日で配信な、生配信なしのね公演で終わらせるにはね。いや、いいと思いますよ。そう、歌われはね、なんかそのなんかスタッフさんにその当日のリハでこうです、そのどうしますかって言われるよりも前に先に、あ、これ私歌われはあれるかもしれないなと思って、だから聞いてて、不器用太陽で、しかももともとワンハーフの予定だったんですよ、1番の2番カットの、でもなんかフル、分かんなかったんです、ワンコーラスかフルか、私はどっちのバージョンも頭で作って、で結局行ったら本当は最初ワンハーフだったんだけど、なんか全然フルでもいいよってなったのでフルになったんですよ。でそれフルでやったんですけど、フルの方がやっぱそのソロが多くなるのですごく、なんていうの、それぞれの良さが出る。そう、いや聞いてもらったら分かると思います、私の感覚はね間違っちゃわない。そうね、このあの公演はあくまでこの公演に参加できる権利がね、当たるだけで、まあ、そっから予定調整したりとかっていう都合もあるので、どうしてもねこう前になることそんなないんですけど、このその公演ってなんだけどね、でもまあね、結構ね予想よりは多かったですね、人ありがたかったですね。なかなかね、そう結構抽選結果来るのも遅かったし、そう、まあね、ちょっと不器用対応はね他にもまあいろいろちょっとアーカイブ公開されたら言いますね、いろいろ。
はい、そしてそうそう今日はね日刊スポーツさんの個人インタビューが載っております。サインをいただいてそれで取材します、個人に取材させてくださいって言って取材いただきました。見ていただけましたか。そうこの前コラムをね書いて、そうコラムさ文読んだ方はさ分かると思うんだけどさ、私の文あれ訂正が入るんですよ、その新聞の載る何短の載る文章量的にこうちょっとこう分かりやすく簡単な文章に直されるんだけど、そう直していただいた結果ね、すっごい私っぽくない文章出したコラムはね、そうなんですけど、コラムの方はその NGT のグループ全体の活躍にフォーカスを当てたような感じで提出して、でそのインタビュー形式で受けさせていただいたその今日のやつは私個人の話を多めにしてるかな。うん、そうそうそう、ぜひ見て読んでみてください。県外の方もポチッとできますのでよろしくお願いします。はい、あとはね今週末といえばですけど、明日まででね、時鉄スタンプラリー、時鉄推し駅プロジェクト、時鉄スタンプラリーがね、ちょっと全部言えてない、はい、ラストでございますね。いや本当に何周もしてコンプしましたって方もねいてくださってね、すごくすごく嬉しいです、ありがとうございます。はい、あとは明日はねおしゃべり会ということで午前中からよろしくお願いします。寝ます、楽しかった断じゃいます。ちょメール送れてなくて申し訳ないです。13位ひのひの3、12位むつき3、11位ゆけんごうごう3、10位よった3、しゆきが9位とうごさん、8位よういちくんさん、7位突破球さん、6位しんいちさん、5位埼玉高校屋さん、4位いちたさん、3位わたちゃんさん、2位ゆりげたさん、1位あずきさん、ありがとう。ということで今日も一日お疲れ様でした。また明日、おやすみ村様。